長岡森義は、明治期の外交官、家族、貴族院議員。近景官志向、蛇官司公官志向。日ご熊本藩主、細川仁志守のむつお。華鋭三年五月、きつ川藩主、きつ川博士氏の養子となり今のを丸と称した。華鋭七年十二月一日、将軍、徳川家貞に拝越する。安政三年四月に元服し、 きツれ川わおさむしと名乗った。かは、左兵ただし。しかし、安政五年4月28日、きツれ川家を離席し、実家の熊本に戻った。明治元年3月、明治新政府の参与に就任する。同月、15日、佐京助、同年ウルー4月、14日、自重に昇進する。明治3年、熊本半知事で、兄の細川森久に徴用されて、 第三次に就任する。藩の書式、処法律の改変、藩士のリストラや、法禄の削減、領民に対しての免税や封建制度の撤廃など、当時としてはかなり進歩的な反省改革を行った。1872年から1879年まで、アメリカを経て、ケンブリッジ大学に留学する。帰国後、旧熊本藩細川家から分家し、家族に加えられる。 1880年、外務省に入省して、ベルギーやオランダの講師。1882年、元老院議官に就任する。1884年7月8日、男尺。1890年7月から翌年10月16日。1897年7月から1906年4月まで、貴族院議員を務めた。1890年10月20日。 近景観視校となる。1891年4月23日には死尺に小尺。1906年1月24日、邪行観視校となる。養子に、老いの森春と森隆がいる。ありがとうございます。